やばい、パンチもやべえ、パンチもやべえ、本当に止まらんの来た。もうさっきの3363の当たり見てから、もう僕はちむどんどんしてから落ち着かんのに、二人よく落ち着いてられる。パンチ、これ何か分かる？これはい、これは次なる大物が来るために、はい、腰を休めてるんだ。もう自分あれなんすよ、うん、ずっと防波堤歩きたい今もう今足ボックス踏んでるもん、はい、さっきまで使ってたのが、はい、これ、ああ、これにしました。勝負に出たクエバリ、クエバリ今これ使ってます。これでも思いっきりかけて、はい、力と力で、はい、速乾バトルよ。もうこれはわあ、うん、見せるしかない。人間の意地、人間の意地見せるしかないけど、これで悔いが悪くなったら俺はまた針を戻すぜ、うん、まあ食わせないとね、そうっすね、始まらないっていうね、うん、出張で離れた場所に来ました。朝方だったら北風になるわけよ。あー、また寒くなるね。寒かった。おい、3363ヒット、おぉ、なんだなんだ、でかそう、見えない。あ、赤い、おぉ、いきます、せーの、はい、なにこれ、おい、渋台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 、待って待って待って、おぉ、うん、赤な、これは赤なじゃない、いわゆるの胴突きでヒットしました。渋台かと思ったけど点がない。イナクー、あ、イナクーだ、でかイナクー、キビナゴ、キビナゴいいね、こいつは食えるんじゃん。オッケー、めっちゃいいでしょ、決まり、おいいね、いやよかった、また釣れ始める、なんとかスルルでも釣れた、よかった嬉しい、また釣れ始めるタイミングかな、ね、一緒動いたかもね。よし、じゃあやってきますか、クック、クックしよう、クック、よっしゃ、飯だ、嬉しい嬉しい、始まってまいりました。はい、パンチクックの時間です。はい、ちょっとね、先に締めてあげようね、これ、うん、かわいそう、お腹パンパンしてる、うん、こいつも内臓脂肪、オレンジなのかな、ね、刺身も食べますか、うん、あー、いいね、お、見て、内臓脂肪いっぱい、あー、すごい、これ、オレンジのやつ、うん、なんか笛台系とかでも渋台っていう高級なやつだったり、こいつらがこのオレンジなんすよ、うん、脂肪が綺麗、食べれる？食べれるかな、え、クエスチョン身はこんな感じ、はい、いいね、綺麗綺麗、素晴らしい身、私これもらいます、はい、はい、いいね、これをグツグツしたら出汁たっぷりじゃん、じゃん、はい、まず小松菜、いいね、これ野菜いっぱい取れそうだね、ね、最近ちょっと野菜不足だったからね、うん、野菜食べたかった、マジ野菜、トマト、人参、ウォーウォーウォー、シスタス、いやいや、おしゃおしゃおしゃってね、うわー、うまそう、これね、しめじいいんですよ、しめじね、出汁出るからね、うん、きのこ出汁が、それがまたうまい、野菜入れたら甘みが出るから上等だよね、うん、そう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 、もういっぱい出ちゃえ、小さい、寒かったな、マジでな、なんか、うん、こういう磯とか、うん、おきぼうの好きなところ、こういうあったかいご飯が結構食べられるのが、うん、楽しみではあるっす、自分、確かに、はい、どっかで食べるのとここで食べるのは全然違うからね、ね、そうだね、しかもシチュエーションもね、寒いからね、めっちゃこういうのがね、あの、体と心に染みるんだよね、うん、カップラーメンですら高級品に思えてくるからね、うん、うまそう、ちょっ、具だくさんの味噌汁さ、いいところさ、うん、いろんな出汁が出てうまくなるね、それがまたいい、魚の内臓脂肪入ります、入ります、持っとけ、これじゃどんな味なのか楽しみだな、さあ、味噌汁の完成できましたよ、皆さん、とうとう、イエーイ、この湯気、漂う湯気、圧倒的湯気、最高でしょ、ただものじゃない湯気、さあ、入れようぜ、入れてくよ、これパンチからね、イエーイ、さあ、インスタント麺の
容器を再利用。こっち釜、釜が出てきた。野菜もたっぷり。うわ野菜最高。サンサンロクさん、鹿児島焦がし豚骨ラーメン、はい、やばこれ沖縄の味噌汁定食ぐらい具入ってる。確かにすごい。うわー美味しそう。お汁も入れてから。いいね。しゃあで、刺身もあるから。ほんとだ。いやこれ最高じゃないですか。これ刺身ちょっと内臓脂肪炙ったんすよ。うん、ジュってなるぐらい。ちょっと炙ったらしいです。いいんですかシェフ、俺が仕上げて。どうぞ。オッケー。ちょっと、オッケー。よっしゃ、よっしゃ、実食、実食するぞ。いただきます。はい、私は刺身から。さあ、刺身気になるな。味噌汁どうだ。うまい。いい感じ。あっこ、いい感じ。うん、よかった。刺身も、ね、内臓脂肪のっけて。どうした。トロみたいな味する。すごい、すごい。白身と、うん、この油食べたら大トロ食ってるみたいになる。うん、うん、すごい。じゃこれとこんなね、こんな、うん、マジトロ。うん、トロじゃん。うんうんうん、うまい。おいしい。まず味噌汁っすね。寒いっすからね。心も体も全体温まる。うわぁ、だし効いてるね。うん、あ魚の風味、やばい。身めっちゃプリプリしてるさ、うまい。うわ、ビビる、うま。美味しいよね。そして、さっき言ったで、これ内臓脂肪と刺身、いただきます。びっくりするよ。おぉ、トロっすね。ね、トロだよね。うん、美味しい。お腹の中にあるものに全く臭みがないよね、うん、これ、うん、うん、すごい、本当にうまい。これだけで売ってたら買うかもしれん。ね、内臓脂肪。あーうまー。珍味だよマジ。うん、美味しい。美味しい。野菜うまいな。マジ野菜ってありがたい。くしゃみが出てしまいました。美味しすぎて。あー、はい、うま。マンチもうね食べてますね。ちょっと待って。んうまい。待って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 、ちょっと待って、こうちゃん、ダメ。じゃあこれ食べてから、はい、今日もね、夜、サメ以外のモンスターもいると思うから、はい、ね、そうだね、当たります、待ちますか。はい、頑張りましょう。はい、よっしゃ。パンチです。竿曲がったらもうすぐ行って、すぐかけて、すぐ釣るよ。さあ、次で決めたい。パンチヒット、やばあれだな、パンチやばい。パンチもやべえ。パンチもやべえ。本当に止まらんの来た。止めたよ、し、止まった。よっしゃ、行け。パンチ行け。ああ、頑張れパンチ。止まれ、頑張れパンチ。やばいこいつ、パンチマジでかい。肩気負ってくれ。向こうでやりとりやろうね。さあ、パンチが走る、パンチ走る、パンチが走る。パンチ、うわあ。なんでやっちった。見て、強いわこいつら。熱いリール。リール熱い。リール熱い。燃えてるリールも。一気に出された。えぐっ、えぐいな。やばかった。やばいな、止まらんな。あっ、強い、強い。こいつは、こいつはバケモンだわ。バケモンだ、ほんとに。すげえ。よっしゃ、こじこちゃん感動する。いやパンチ悔しい。さあ、この流れね、こうちゃん、はい、乗ってこうぜ。あいつら俺にビビってる。俺にはかかってくれ。多分そのマスクはいけないかもしれん。ビビってる、このマスク。あ、ビビってるかもしれん。かかってこいよ、魚。俺とも勝負しれ。やっぱ素顔大事だぜ、こうちゃん、多分顔見て選んでる、あいつら。あ、やっぱマッチングアプリと一緒よ。顔のした方が多分ヒット率高いやつもいるだろ。あ、なるほどね。うん、でも俺はあの内面見てくれるタイプが好きなんで。あ、さあ、はい、行くぜ。はい、行ったれ。
あーめっちゃ飛んだ、いいね、すげえ。そしてパンチ悔しい、さあ何切れなのか。うわさあ、ハリ、うん、口だね、口、口から。歯も鋭いんだ、歯鋭いね、やばいね。よっしゃ、太くしたら、うん、食わんけど、うん、もう取らんことには意味ないから、うん、もうガンガン行くしかねえぜ、ね、うん、止まってらんねえぞ、俺っちは。何キロあるかよ、今の。30キロぐらいあるんじゃん。ねえ、切り身を餌、次で決めるからよ、マジで絶対決める。何が何でも、何が何でも決める。もう今でしょ、行くか。始まりました、名物迷惑電話。あ、お疲れ様です、翔太先生。はいはい、あの魔法の言葉またお願いしていいですか。翔太にシャークルされされてるよ。あ、シャークルされ、マジ。うん、だからライブいい感じだったのに。ひーちゃがま、翔太のパワーが欲しい。あのパワーすごいからな。よろしくお願いします。じゃあ翔太先生、じゃあいきますよ。はいはいはい、はい、3、2、1、タウテー。おー来た。シンクロ、シンクロタウテー、ありがとうございます。3、2、1、ダーみたいな。1時間後よ、1時間後。あの手返しごとに多分電話するかもしれない。違う、1時間後写真来るから。1時間後写真送ろうねって言ってます、パンチが。OKOK、はい、ありがとうございます。よっしゃ、はい、じゃあ楽しみにしてるよ。はい、ありがとうございます。はいはい、うん、はいはい、ありがとうございます。はい、ということでね、うん、魔法の言葉タウテイもね、都から、直接ね、お届け、はい、これはね、もうパンチにとってもすっごいすっごいパワーがね、得られたと思います。もうやるしかない、はい、やるよ、今日。 あとは待つだけだ、今日やるよ。じゃあ、それだよ、それ。さあ、来たぞ、パンチヒット、まだ1頭来た。さあ、どうだ、タウテイが効いた。待って、こっちは巻いてほしい、全部。あ、で、先に引っ掛けて、引っ掛けて、待ってよ。さあ、どうだ、さあ、引き寄せる。糸が見え、糸が見えない。あ、いやいや、グラブ、グラブ、グラブ、あ、違うな。あ、いや、じゃあ、マッコ、あげるよ。さあ、今回で、いけ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 、うわわ、走る。やられてばっかりではね、意地だぜ。いけないからね、頑張れ。さあ、翔太先生の思いも乗ったパンチ、はい、来たぜ、巨大な魚が。うわ、まだ出る。大丈夫大丈夫、ほら、寄ってきた、寄ってきた、寄ってきた、少しずつ寄ってきたぞ。寄ってきた、いいぞ、寄ってきたぞ、いいぞ。また行くよ、行くけど、お前はもう来た。今回ね、ハリス、なんと、100号に書いてます。取るぞ、パンチ、取るぞ。どうしても取りたい。さあ、こいつの正体知りたいな。パンチ、今言った方がいいんじゃないか、あれ。あの言葉、ジャッツ。よっしゃ、来た。よっしゃ、来た。何が来た。ジャッツ来た。よっしゃ、左に行き始めた。えらい。大丈夫大丈夫、大丈夫やで。よっしゃよっしゃ、いよいよいよ。なんだ、もうやがてリーダー入るんじゃないか。さあ、リーダーが見えてきたらもう近いぜ、こっちは。やがてだよ、やがて。うわうわうわ、まだ行くね、まだ行くね。うわ、陸が見えたらすぐ走る、やべえ。あ、リーダー見えた、見えた、リーダー入った、リーダー入る、リーダー見えるって。さあ、リーダー入るぞ。やばい、座らないって決めたけど、魚見ろ、でかい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 、座らないって決めてたけど。白い白い白い魚、白い白い白い、
でかいよパンチ。平たい、これ太鼓あるぜ。なんだこれ、ガーラみたいな太鼓してるよ。なんだ、さあなんだ、サメ、サメだ、サメなのか、サメだ、サメだ、マジか、マジこれサメなの、え、サメだ、よく走るサメだね、めっちゃ速いよね、こんな走るサメいるんだ、バキョモンだぜね、うわ見てください、サメ、あいつあんな走るの、この肩でこんな走る、このサメ一体なんだこいつ、すごいぞ、来ました、こうちゃんによる逆をかけようのコーナー、やっちゃうよ今日は、セルフ逆かけショットこいつ、オッケー、勝った、うん、うわサメが来た、上がってくるぞ、うん、でかお前だったのか、やってくれたな、まさかのサメ、こんな速いんだね、こっちのサメ、上がったのはサメ、でかい、トルクが全然違う、槍にやられてようやく取った一本、サメと思わなかったけど ねでもね、よかった、正体見れて、ね、顔見れたね、でかサイズっすね、怖いな、うわこれが、いやまさかのこいつ、このサメが、そうっすね、あの我々が投げてた仕掛けをずっと食ってたんですかね、本当に止まらない、とんでもないサイズだわけね、ね、うん、あかうわ迫力やべえ、いやでかいね、いや来たーと思ったけどね、でかザメ30キロぐらい、30ぐらいだね、そうだね、でもやっぱ潮があるところのサメって速いのかな、ねえ、うん、お疲れパンチ、でもまだ僕もね体力あり余ってるんで、しかもまだ化け物いるよね、うん、そう、全部が全部サメだったかってわけじゃなさそうじゃないと思う、もしかしたら何本かはモンスター混じってるから、うん、ちょっと写真撮って、はい、あの翔太先生に送ろう、そうっすね、そうだ、あ多分気になってるよ翔太先生、翔太の方がいる、はい、さあ、あ、泳いでいった、早っ、早いね、もう泳いでいきましたね、早い、いや翔太1位、はい、まだね、けど次がいるからね、はい、止まってらんねえぜ、行くぜ、負けじと、はい、しかも恐ろしいこと言っていいですか、うん、パンチが釣る前におしゃべりしたら、うん、こうちゃん今竿当たってたどうっつって、うん、ぶち曲がった後帰ってきよったみたいな、うん、で確認したら切れてました、やばやば、やばい、超こんな感じで、バケモンだぜ、もっとんって終わり、ね、今上行ったら俺の竿どうなってるかわからん怖いんだけど、確かにもう一周して帰ってきてるんじゃない、行ってみるか、じゃあブラジル通ってから上行ってみるか、じゃあ、はい、行きそうだね、3363の今ね、僕の竿もこうゆっくり下に行きましたね、舞い込んでいったね、ゆっくり下に行ってスッて上がった、マスカ一見離してるかもしれないし、こうちゃんがさっきこう来てすぐ切られてたらしいんですよ、そうそうそう、そのパターンもあるかもしれない、でそのパターンってね、サメなのかなってなんか思ってたさっきのね、いや、信じる心、3363、はい、このリール使ってるんだから、俺のツイパー、このリールね、僕あのおかっぱりで釣ったトナキの GT と西表で釣った大天ジクザメで、久高島でハローッキが GT 上げてるんですよ、はいはい、こいつを使うとなぜか大物がかかるっていうジンクスがあるんですよ、おお、まあ、当たり割ったんで今度上げるだけ、うん、確かにかけるまでは道具、上げるまでが釣り人の腕、そうなんですよ、技量ですよ、技量、ツインパーに認められるぐらいのファイトしないと、3363、頼むぞツインパー、ちょっとね、3363これ特殊でからパンチ知らんだろ、うん、このリールメンテするとき、あのあれだって毎回釣った大物の血をあの吸わせてからメンテしてるんですそろそろ血入れってダメでしょ、うん、そう、最近新しい血が欲しいっつって、欲しいっつって持ってきよっ、なんか妖刀みたいな感じだな常に血を求めてる妖刀みたいな怪魚の血を求めてる常にやばいだろパンチ、この反応はな、これ、この引きはそれっぽいね、うん、じっくりじっくり
くりいってるね。じわじわゆっくり。いや、わあ、くそ、なにこれ、もしかしてイエイか。イエイっぽいね。あこれまた超電動。ここから何分かかるか、やりとりバックします。先方寄ってきた、寄ってきた。いや結構格闘だな。エイの対処法はこんなしてまっすぐ引っ張ることなんですよね、うん、してこれでエイじゃなかったりしてね、うん、ちょっと魚と思ったけどね、うん、いやけど分からんよ、ワンチャン魚かもよ、ワンチャンね。あパンツ残念、切れた。切れましたね。ねずれしてたみたい。ああ張り付くからか、やっぱり木からいってる。あ本当だ、リーダーがなくなってる。オッケーオッケー。あーやっぱ A は張り付くからちょっとかかるのか、ね、しゃあないしゃあない。さあ気を取り直して作って直、はい、投げよう。ぶん投げますよ、はい、チャンスだぜ、チャンスだぜ。じゃあじゃんけぽん、あいこうでしょ、ずこう。はい、おはようございます。7時になりました。おはようございます。おはよう。朝の時間になりました。はい、俺なんか寒い風吹いたりあったかい風吹いたりで寝て起きたり大変だったね。冷暖房付き体壊すであろうって感じだで、当たりはあるけど魚じゃなかったよね、明らかに。も今回はちょっとあれだったね、あの前回みたいな感じの魚がなかなか来なかったね。うん、一匹ぐらい上がるかなと思ったんですけどね。むずいね。うん、ちょっとあのあと1時間したらあの迎えが来るんですよ、船長が、うん、はい、その間にもう片付け、ね、ちょっと今で終わらしますか。そうですね、今日奄美の方にね、はい、我々行くんで、その船もあるんでね、はい、ちょっと早めに準備して帰りたくれね。早いな、アンコール、もう一泊アンコールしたい、アンコールして。はい、ということですね、片付け終わりました。今からね、船長が来るのを待ちます。はいはい、帰ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様。いやまあ今回リベンジ、日本一の堤防でリベンジ、いやすごかったっすね。ね、まあ、はい、やってくれたね、パンチ。はい、いや止まらないやつの正体、まあ、あの完全にこれっていうわけではないですけど、うん、その候補、まずサメ候補1。うん、サメ、まだシークレットがいますからね。ね、いるんだろうね、バケモン、とんでもバケモンが。で、動画に映ってなかったけど、もう瞬殺されたね、うんうん、やつとか何回かあったからね。トータルで何回ぐらい、15回ぐらいやられてるかな、うん、あ、前回の回して、ね、前回倒したら、そんぐらいはやられすぎたね、うん、ね、僕らの道具も足りなくなるぐらいすごかったね、本当に、うん、いや宝島、本当にモンスター島だな、ここはすごい、ポテンシャル、うん、冬でやっていいポテンシャルじゃないよ ね、これ夏来たらこれやばいかもしれないね。じゃあ夏までにマジもっと強くなっておかんといけん、はい、ね、いつの夏かは分からないけど、トレーニングしてまた来よう、ね、筋トレ。今回ははい、はい、宝島日本一の堤防で、はい、リベンジ、はい、その結果、無事大きなサメが釣れました。はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。強くなって帰ってくれよ。